福本隆一福本隆一8月10日から1991年2月1日は日本の内務官僚、実業家、感染県知事、全日本空輸副社長、農業、福本万家門の次男として岡山県上報群、川も村で生まれる。高橋中学、第六高等学校を経て、1922年3月、 東京帝国大学法学部法律学科を卒業。1921年11月、文官高等試験行政科試験に合格。1922年5月、司法監視法となり、横浜地方裁判所に配属され、さらに東京地方裁判所で勤務。1923年11月、帝都復興員属に転じた。以後、神奈川県吉寿軍長。 同県社会課、社会教育課、工場課、水産課、書務課の各課長、福井県書機関、警察部長、新潟県書機関、警察部長、内務省社会局軍事扶所課長、厚生省書機関、内務省土木局道路課長、同警報局図書課長、情報局第四部長などを歴任。1942年7月、愛媛県知事に就任。 1943年7月、東京都経済局長に転じた。1944年8月、埼玉県知事となり、終戦後の1945年8月に愛知県知事に転じた。1946年1月、東海北陸地方行政事務局長となるが、同年、公職追放となり退官した。その後、自転車協議会理事長、 大英漁業株式会社社長を経て、全日空副社長を務めた。ありがとうございます。